コンボガードはバスケットボールのポジションにおいてポイントガードとシューティングガードを兼務する場合を示す用語である。シューティングガードがポイントガードの役割であるゲームメイク、アシストをも担う場合とポイントガードがシューティングガードの役割であるペリーメーターからの攻撃をも担う場合がある。プロバスケットボールでしばしば用いられるビトゥイーンから 派生した用語であるトゥイナーのうちの一つ。他には、スイングマン、ストレッチフォー、ポイントフォワード、フォワードセンターなどの複合ポジションがある。ストレッチフォーは、コンボフォワード、あるいはコンボビッグと称されることもある。コンボガードは、司令塔としてのゲームメイクの能力、パスセンスを生かしたアシスト能力とアウトサイドからの得点能力を兼ね備える必要がある。また、 ディフェンスにおいては、相手ポイントガードをディフェンスするスピード、敏捷さと、相手シューティングガードをディフェンスするサイズ、フィジカルも同時に要求される。従来のバスケットボールにおいては、ポイントガードは、ゲームメイクとアシストのみを要求され、自ら点を取りに行くガードは、チームプレイができないと評価される傾向にあった。しかし、90年代、NBA のオフェンス重視の風潮とともに、 シューティングガードが花形ポジションとなってくるとバックコートの選手に求められる役割も多様化しアレン・アイバーソン、アンファニー・ハードウェイらを筆頭にポジションをスイッチしながらプレイする選手が目立ち始めた。2005年シーズンのドーインウェイドの成功以降ゲームメーカーとスコアラーの役割を兼ね備えたコンボガードというポジションが重要視されている。NBA、アレン・アイバーソン、 ドウェイン、ウェード、マヌジノビリ、コービー・ブライアント、ジェームズ・ハーデン・ユーロリーグ・バシレオス・スパヌリス、セルヒオリュル。ありがとうございます。